ミミックは茹でて食べるもの。ダンジョン飯第6話の反応集&感想どうぞ。バンプの声がするな。バンプみてえなオープニング。バンプなわけないだろ。バンプじゃねえか。オープニングの全員集合して手を伸ばしてることで妙にライオスの剣が目立ってるの。こいつも1キャラだからなんだな。すぐ開ける。の頼もしさよ。かっこいいチルチャック。チルチャックって基本仕事人よな。前回の飯以降食ってないのか。あ、宝虫食った日と同じ日なんか。マルシルかわいい。開幕から赤面してるマルシル。グーカは顔は赤ければ赤いほどいい。腹で返事するマルシルエッチすぎる。マルシルの扱いいつもこんななんだな。またキラキラ虫スイーツ。空腹でドラゴンに負けたんだし、そりゃ腹減った状態でモンスター借りたくないよな。せっかくだから俺はこの茶色の扉を選ぶぜ。目が動いてる。お分かりいただけただろうか。ここもゴースト系かと思ったらいける階が動く階が。もしかして今回はホラー階。最弱って今ネズミ食わないの。もう動物が食材になるのは相当来てるマルシル。ネズミは食わないって言ってもコウモリはもう食ったんだよな。豚のレバーは加熱しろな。マルシルもすぐに食うこと考えるようになってきたな。襲いかかってくる食べ物とは。吸い込まれるのか。絵に描いたブドウ、海馬が溶けてる。絵に描いたブドウを食べようとした。あれ食えるかと思ったのかよ。こいつやべえな。ライオス怖いよ。ほんとほんと鉄頭鉄尾狂ってやがるな。絵に描いた餅を食う人の絵とは。餅もあるし、絵に描いた餅という言葉もある世界。絵の食い物食ってもな。戦士さんのことわざを改変していく。それ戻ってくること考えてなくない。絵の中で飯の取り合い。一回だけ、先っちょだけだから。あ、本当に行くの？マジでやるのか。ここから食い物強奪するのは人手なしだろ。自分から入っていくのか。困惑。ほんまに絵に入っていきよった。マリオ64かな。ファンタジーなのに空想科学の研究みたいなチャレンジ精神。いきなり見つかった。絵の中から引っ張ってきてくれるのか。言うほどごちそうかな。仕事させられてっけど。いきなり手伝いさせられとる。普通に会話できてるし。飯食うどころか仕事させられてる。フォーチューさーん。フォーチューさんの王様は嫌な予感しかない。城にあれだから元の上司たちが書かれてる。こんな時代もあったんだな。すぐ戻ってこれるんだな。ライオスのくせに雰囲気を気にするのか。まあ食事しやすいのりは重要か。いや、あれは完全に雰囲気の問題。あれは完全に雰囲気の問題だった。ためらいがなさすぎる。食卓の上に飛んできた。さっきの続きじゃねえか。それにしてもいきなり上に乗ってきたら怒るでしょう。なんか面白い展開になってきた。デルガル王子。赤ん坊がこんなに成長して。複数の絵で一つの物語になってるやつか。あれ、この子オープニングに映ってた子。この絵画は成長物語なのか。絵の中に入る話で過去の姿を垣間見る話になるの巧みな話運びだ。持ち帰ろうとするな。そこはとりあえず一口ぐらいは食っても罰当たんないと思う。ジジイが倒れたぞ。悲劇始まってしまった。絵に描かれるような場面だから事件とか何か起きるわな。持って帰れないのか。絵から出ると消えちゃうのか。そら持ってこられんわな。ただ食べたいだけになってるじゃねえか。いつもの。そこで食べられたとして出てきてもお腹いっぱいになってなさそうな気がする。雰囲気が大事って次に飛び込んだのは結婚式か。絵の中に入るたびにストーリー進んでて面白いわね。宮廷料理のフルコースきた。前回が宝石のフルコースだっただけに余計にうまそう。食えるのは食えるのか。ちゃんと味あるんだ。うまい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 。普通の飯食ってる。いや、普通の飯か。絵の具の味を覚悟してたの嫌すぎる。戴冠式でおかわりを要求するやついる。ドン引きされとる。何言ってんだこいつみたいな顔してら。こんなバクバク食って大丈夫なのかよ。すげえな、イマジナリーでも美味しく食べられるんだ。
ちゃんと美味しくてよかったね。褐色エルフにバレた。やべえよ、やべえよ。あれ、記憶つながってる。飯食いに来ただけですよ、この男。ただ飯くらいに来ただけなんです、信じてください。野獣の眼光を通り越してアシュラの眼光である。まさかマジで過去に干渉してる。消し積みになるところだった。注文の多い料理店みたいに段階ごとに難易度高そう。やっぱりお腹いっぱいにならないやん。やっぱりにないんか。そんなことだと思ったよ。こっちに持ち込めないんだから食っても意味ないわな。うまい飯の感覚だけあってわらが膨れない。ダイエットか。やっぱり絵に描いた餅だったか。単に時間の無駄でしたわね。パーティー内ヒエラルキーだだ下がりのライオス。ミミック会来た。ミミックってフリーレン食ってるやつ。繊細のお姉さんが大好きなミミック。フリーレンだったら食われてたミミック。食うの、ミミックを。ミミック食うなよ。バカチルチャック来たわ。ミミックに全くいい思い出がないチルチャック。チルチャック脅迫観念ありすぎ。正面から開けようとするから。ミミックに殺されまくったのか。チルチャック、そりゃあ天敵よな。ミミックといえばめんどくさいヒーラーにもくっそ喋るミミックいたよな。ミミックに襲われるアニメは名作ですからね。ミミックも遭難回も開けられたら対策してくるわな。チルチャックもフリーレン並みにミミックに食われてんだな。ミミックとチルチャックとの親和性の高さよ。この世界のミミック殺傷力高すぎだろ。これからだ粉々になってるだろ。遠隔操作で開けるしかないな。ブー垂れてるマルシルかわいい。マルシルかわいいぞ。マルシルの煽り顔とそんな口からしか得られない栄養がある。エルフって寝起きはアホズラ定期なの。寝起きのマルシルさんいいね。髪下ろしてるマルシルは印象変わるな。コイン虫来た。カサ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 。動いてるコイン虫キモいな。戦士に毒されてると思ったら元から割とコイン虫好きなのね。もうナチュラルに食い物と認識している。コイン虫走ってるのに食おうとするのか。コイン虫に焦ってトラップにかかったか。ミミックとの対峙は避けられそうにないな。安心安定のマルシルさん。マルシルすやすやで笑った。座ったまま寝てる器用なエルフ。なんなんこのだらしなくて可愛い寝癖と寝起き顔のエルフは。マルシルはとことんこういう時には当てにならん。今回チルチャック会なのか。昔あったフラッシュの脱出ゲームみたいになってきた。ピタゴラスイッチ的な仕掛け。宝箱じゃなくてそっちがミミックかよ。こえ。木箱はダミーだったのか。それちゃんとミミックって共通認識なんだ。能動的に攻撃してくるのかよ。こういうトラックパターンはテンポ感大事。悪魔のささやきが。ひっくり返すとオスかメスかわかるとかいらねえ知識。どうでもいい雑学が脳裏に走り出す。ミミック、ヤドカリじゃねえか。ミミックってヤドカリだったのか。ダンジョン飯世界のミミックってヤドカリなんだよな。このミミック、完全にヤドカリとかそこらなので普通に食えますね。凄まじい作画の暴力だ。ミミックから逃げ回りながら謎解きしてる。トラップで自滅しやがった。ミミックが罠にかかるとはな。ちょっとでもずれてたら道連れだったな。チルチャック略がはかどるな。オビジ、綺麗に解決してみせたじゃないの。マルシルさんちゃんと仕事してるやん。ミミック、思ってたんと違う。当然のように食おうとするやつら。チルチャックの心配より食材ゲットできたことの喜びのがでかそうな二人。まだ甲殻類っぽいし見た目いけそうやない。まあ今までの中だとだいぶ食いやすそうよな。マルシルの鉄へ。父の止血でカエルフがよ。目ギンギンで笑った。しばらくお待ちください。今回のが一番食えそうな気がする。動く鎧は軟体動物だし、ミミックは節足動物だし、面白いな。ここの魔物なんとも言えないスンとした顔。ゆでミミック来た。ゆでミミック美味しそう。完全にカニじゃねえか。ミミックを食うの、このアニメでも特に食うか食われるか感があるな。ほじって食うんだ。完全にカニの身を取り出すやつ。ピッキングツールをカニスプーンにするな。取れやすい。じゃねえよ、
商売道具が汚れた。商売道具を食器に使われるのはな。美味しいのかよ。美味しいのは良かったですね。ジルチャックさん残念でした。ハイタッチすんな。もぐもぐがある。ガツガツマルシル。マルシルも嫌悪感なくミミック食ってる。マルシルがめちゃくちゃがっついてるの可愛い。おめえが食うんかい。宝虫がミミック食べるのか。だから宝虫は宝箱の中にいるのね。宝虫ってそんな生態なのか。おい、そこ変われ。宝虫って人間に運んでもらって生息広げるんだ。なんかすげえ理にかなっている感じ。コイン虫の生態が面白すぎるな、この作品。チュルチャック、29歳だと。アラサーなのかよ、チュルチャック。なんともコメントしづらい年齢感。人間だよな、29にしては若い。エルフからしたら29歳なんてまだまだ子供よな。戦士とマルシルからしたらそんなもんかってなるか。エルフとドワーフ感覚よ。エルフとかドワーフの基準で話すな。ライオスが最年少なのか。ダンジョン飯、ダンジョン飯。怖いこと言うナレーションに草。おいおいおい、お前もミミックなのかよ。そこらにミミックいすぎでは。めちゃくちゃ面白かった。ミミックとヤドカリとか本当面白いこと考えるよな。ミミック界好きだからアニメーション気合入ってて楽しかった。結構スリルあるね、このアニメ。最近のアニメにしては珍しくチート能力も違いないからな。カニって食う面倒くささを上回るほどの美味しさはないよな。それは本当のカニを食ったことがないからだな。美味しん坊主、便利なセリフですよ本当に。絵の中に入るのはいくつになっても子供心をくすぐられてワクワクして好きだ。あの絵に入る力、能力をうまく使えば歴史を的確に伝えられるような。でもその前に絵に入ろうと思わないか。絵の中に入った時の褐色エルフが存在感あったけど、周りだし今回限りのゲストキャラじゃないっぽいな。ダンジョン飯第6話、視聴させていただきました。今回は宮廷料理&ミミックの塩湯で、今回も原作の雰囲気に近くて満足でした。結構またトリガー味が出て高いでしたが、これぐらいなら全然違和感なく見れたし、後半のミミックが暴れる作画がすごかったです。ここはやっぱりトリガーでよかったって感じ。ミミック回って正直私としては当時読んでてそんな心に残る回でもなかったけど、アニメだとめちゃくちゃ楽しかったですね。何よりチルチャックの声優さんがうまくて、ほんとチルチャックって感じで抜群に合ってます。この声優さんあんまり知らなかった人なんですけど、調べたら結構モブ役の人が多い方だったんですね。宮廷料理の前半は、まあいつものライオスのサイコパス味が出て高いでギャグ多めでしたが、何気なく重要な伏線も多い回でもあります。特にこの褐色エルフのシスルはこの回だけの登場ではないとだけ言っておこう。シスルの CV が小林優さんだってのは事前に知ってましたが、いい意味で最初はぽくない声でした。切れてる時の声で、ああやっぱり画伯だわって分かりましたけどね。そしてミミック回は貴重とも言えるチルチャックメインの回。やっぱこう見るとパーティー一の常識人だな。ミミックをああいう風にヤドカリな見た目で料理したらカニ見たくなるっていうように書く発想がほんとすごい。フリーレンのリアクションが見てみたくなるような、ほんとフリーレンとコラボしてもいい非常によくできたお話でした。なんかこの回のマルシルさんがめちゃくちゃ可愛かったな。チルチャックにお姉さんぶるのもそうだけど、ヨーヨーヨー言ってるのが原作にはないアドリブっぽくて、このエルフノリがいいなって感じでよかったです。あとミミックを食べる時の無言でむしゃぶりついてる様も可愛くてよかったですね。原作じゃ駒の隅っこで書かれてるぐらいだったけど、ちゃんとアップでがっつく様を書くのは素晴らしい仕事ぶり。なんていうか、スタッフに絶対マルシル好きがいるんじゃないかってぐらいアニメ化恩恵を一番受けてるキャラだ。今回でチルチャックが29歳ってのが判明しましたが、まあ当然この世界のエルフとドワーフも長生き種族。ギャグっぽく書かれてますけど、この種族間の年齢問題も後々大きなことになっていくんですよね。まあでもフリーレンほどの化け物級な寿命じゃなく、言うてもそのぐらいかっていう感じですけどもね。しかしライオスが最年少だってことはちょっと忘れてたわ。実際こいついくつだったっけ。というわけでダンジョン飯第6話の感想でございました。このミミックの話は見れば見るほどよくできてるなって改めて思いました。作品の評価が一段階上がったっていうか。次回はダンジョン飯のモンスターはやっぱり怖いよというお話。
全滅パーティーのその後も。以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。君と私との約束です。